ハートフルボーイフレンド。というわけで、はじめましての方ははじめまして、そうじゃない方はお久しぶりです。私です。ボーイフレンドカッコカリっていうゲームがありましたけども、それでは全く関係ありません。突然何が始まったんだと思った君、その感覚は正しいぞ。私もさっぱりわからない。ですね、今回からこのハートフルボーイフレンドというゲームの実況もやっていきたいと思います。というわけでですね、どういうゲームかというとですね、もう画面の説明っていうか、この絵力を見てもらうとわかると思うんですけども、多分ハトと恋愛する恋愛ゲーム、乙女ゲーだと思います。このイケボの私にぴったりじゃないか。イケボ、言うほどイケボでもねえんだけど、早速どういうゲームなのか、もうなんか出落ちっぽいんですけど、やっていきたいと思います。はじめから、あれ、押してもなんないぞ。あれ、なんか、言語変わった。ヌオボギオコ。日本語に戻んないの、これ。あ、よし、日本語になった。丸落ちしても始まんないぞ。スタートかな？あ、バツボタンじゃないか。セントビジョネーション学園へようこそ。あなたの名前を教えてください。アカウントで登録します。はい。ハートフル彼氏は外見が鳥類では、脳内生成が困難という方のために、登場人物紹介時の擬人化版のカットインをご用意いたしました。擬人化表示をオンにしますか。本当に私は全て鳥類です。まあ一応オンにしときますが、私はなくても問題ない気がするので。早速始まりましたね。聖ビジョネーション学園、充実したカリキュラムと施設に恵まれた名門校。平凡な暮らしを続けてきた私が突然この校門をくぐることになって、もう1年経ってんの。さて、改めて説明するまでもないと思うんだけど、この学園最大の特色はというと、ここには日本中、世界中から優秀な鳩が集まっているの。文系の鳩、理系の鳩、得意スポーツで推薦を受けて入学した子もいる。栄養入試があるってこと。教職員には鳩面以外の鳥類もいるの。こんなにも鳥類密度の高い場所ってある？上の方へと。鳩ではない君がどうしてこの学園に。鳩じゃないの？ここまで行ったらプレイヤーも鳩類なんじゃないの？そう思う人もいるかもね。これについても話すと長くなるの。1年前、どうして私がここに入学することになったのかというと、珍しいね、こんなギリギリに登校なんて。亮太、いつものわずかならもうとっくに1時間目の準備を済ませてる時間だよ。カハラっていうのこれ。寝坊でもしちゃった？この河原までは、河原なのか、もしかしたらお前。河原亮太くん、避難の頃から私の近所に住んでいて、つまり幼なじみ。通りの幼なじみって言うのかな。イクラみたいな目が時々鋭く光るけど、面倒見が良くて優しい男の子だよ。今朝はなかなか獲物が見つからなくて時間がかかっちゃったの。朝ごはんは食べなきゃ。おっしょ、獲物っつった今。そっか。狩り民族は大変だね。狩り民族？確かに今モンスターハンターやってますけど。朝ごはんぐらいなら僕が用意するし、困った時はいつでも言ってよ。飢えてどうしようもない時は相談する。すげえ会話してんな。ありがとう亮太。あ、いけない、もうお礼が鳴ってる。早く教室に行かないと。うわ、本当だ、急いで夏か。初日から遅刻はよくないよ。2年生なんじゃないの？1年経ってたら。私は両隊に引きずられるようにして教室に滑り込んだ。今日から新学期、一体どんな1年が待ってるんだろう。1年生の間はこの雰囲気になるのに精一杯だったけど、今年こそ全力で学園生活を楽しめるといいな。フォーフォーボーフランド。The most built in greatest academy of the 何これ、ピジョン。by the ピジョン and for the ピジョン。鳥だらけってこと。私のクラスは2年3年かな。
2年3組加藤先生、今年も両方と同じクラスになれたみたい。よく知ってる顔、初めての顔、目立つ会員のハトたちを見ていると、どう座ってんの、いつだっけ、不思議と胸に夢と希望を見せてくれるハト胸ってこと。みんなと仲良くなれるといいな。このクラスで素敵な思い出をたくさん作れますように。あ、先生が来た。皆さん、おはようございます。僕の名前は七木和明です。皆さんの担任になりました。担当は進むです。それから物理も多少は分かすやり。先生起きて、ホームルーム中。立って目を開けたまま寝てる。この姫うずらは姫うずら。七木和明先生、なんだかいつもふんわしていて、目を離すとすぐうたた寝を始めることで有名な数学の先生だよ。この胸の後ろに絵が出るの、なんだい、ビジョンかい、力あるビジョン、スタンドかい、鳥だけにビジョンかい。には聞いてないけど、本当にどこでも居眠りできるんだな、この先生。でも数学界にはとても有名らしいよ。実はすごく頭がいい鳥なのかな。鳥で頭がいいってどうなんだろうね。タコ、ごめんなさい、頭高くてつい。まだリアルは全然寒いけどね。そうそうだ、忘れてた。皆さんに紹介する子がいるんだった。今日この学園に転校してきた銀くんです。はい、自己紹介してね。はい、どうも銀です。名乗る意味があるとは思えないな。ボン君に語る口などないし、私は望んでここに来たわけではない。そうか、じゃあ仕方ないね。いやいやいや、そこは流しちゃダメでしょ。でも銀君が名乗りたくないって。私もさすがに流すのは良くないと思います、先生。だって銀君、名前だけでも自己紹介してもらえたら嬉しいな。白金かい。何、銀はなんて読むのじゃ。銀って白金なんじゃないの。銀、白金、ルーベル。なんかどっかのデパートみたいな名前してんね。超かっこよくないこれ。このクジャクバトは白金、やっぱ白金なんじゃないか。白金咲夜くんというらしい。クジャクバトのお手本みたいな綺麗な羽だ。でもちょっぴり偉そうなことが、偉そうな言い方ってなんだ。転校したてはいろいろあるだろうけど、友達できるといいね。お前がなるよ。咲夜くんは私と亮太に鋭い敵意を向けた、褒めた視線を向け投げて席に着いた。なんだか初日から波乱の予感がする。もう昼休み。今日は時間が経つのが早いな。早いな、本当に。ツッコミどころ満載だよ。あ、そういえば春休みから本を買いっぱなしだった。今のうちに図書室に返しに行こうかな。今日はちょっと生徒が少ないかも。貸し借りの受付カウンターにいる図書委員以外に取り影はほとんどで取り上げるのすげえな。超映画な、それとも。気のせいだろうか、どこからか視線を感じる。あの子かな、暗い片隅でこっちをじっと見つめている嘆きバトが。嘆きバトわかんねえよ。日本に嘆きバトなんてね、ちょっと珍しい。アメリカではありふれたハートらしいんだけど。へえ、すっげえ豆知識。先生に友達に自慢できるね。あの、私に何か用ですか。これ何て言うの、嘆き。目を逸らされた。別に。確かにこちらに視線を向けていたと思うんだけど、周囲を見渡しても私以外に誰もいない。本当に？本当だよ。君には用はない。用があるのはその手の中にあるものだよ。だからさっさと返却しろと言わんばかりに、彼は受付カウンターに目をやった。あ、ごめんね、この本分厚いからなかなか読み終われなくて。ずっと待ってたの？彼は手元の本に視線を戻すと、黙って続きを読み始めた。機嫌が悪いのかな。ねえ、私、アッカーマンですか。2年生だろ。もう、この状況が、特殊すぎて、名前が普通に見えるね。君は、
君は嘆き藤代嘆き、やっぱ嘆きだったね。嘆きの巨人、巨人、ちょとり、お前後輩だったのか。この嘆きバトは藤代嘆きくんというらしい。日本に嘆きバトだなんてちょっと珍しいかも。嘆きバトはみんなそうらしいけど、この子もやっぱりいつどこか悲しげな声をしている。声だったんかい。目とかじゃないんかい。普通僕のことは放っておいてよ。相変わらず視線は本に落としたものでこちらを見ようともしない。うん、邪魔してごめんね。そうなるよね。今日は生きづらそうな鳥によく会う日だな。さてと、返却も済んだし教室に戻ろうっと。あれ、あそこにいるのは。校内では話しかけないでくれと伝えたはずだが、10年ぶりの再会だっていうのに言うね。昨夜実の兄に言うセリフとは思えないな。実の兄、まさか。冗談じゃない。貴様を兄と思ったことなど一度もない。気安く私の名前を呼ばないでくれ。雑誌に聞く口などないのでね。失礼するよ。ちょ、話は最後まで聞けって。同じ学校に入ったところで溝がそう簡単に埋まるわけがないか。盗み聞きするつもりはなかったんだけど、何やら複雑な背景を匂わせる会話を聞いてしまった。人気者のムードメーカーで私有関係にちょっとだらしないのがたまに傷の坂崎先輩が転校生の兄弟。どういうことだろう。君ずっとそこにいたね。昨夜の知り合いかい。ごめんなさい。立ち行きするつもりはなかったんです。終わった。大丈夫、気にしてないさ。いつもならセクシー&ラグジュアリーに決めてるんだけど、かっこ悪いとこ見せちゃったね。このクジャクバットは坂崎優也先輩、確かに似てるね、髪の色とかね。話をするのは初めてだけど、良くも悪くも学園内では有名長だから。有名長、知らない生徒はいないんじゃないかな。知らなかったよ。君、なずかちゃんだっけ。どうしてそれを。学園中のみんなが知ってるよ。人類は君しかいない。そういうんじゃいい。主人公の方が有名人じゃん。こう言ってんだからさ。そっちじゃねえよ。君もしかして昨夜と知り合いだったりする。それさっきも聞かれなかった。知り合いというか、今朝衝撃の発散には渡したばかりなんですけど、昨夜君も同じクラスになりました。それだけです。あの鳥貴族ってことじゃん。鳥貴族じゃねえよ。あの貴族みたいに偉そうな昨夜君の先輩が兄弟なんて驚きました。貴族みたいね。貴族だよ、正真正銘の。そうだったの。あいつ何かと面倒くさいやつだからさ、よろしく頼むよ。懐かしゃん、アデュー。昨夜君本当に貴族だったんだ。でも坂崎先輩の貴族なんては聞いたことないよ。何か複雑な事情のある家庭なのかな。アイドリッシュセブンのなんかテントリグみたいな感じ。今日はこれでおしまい。みんな気をつけて帰ってね。はーい。あれ、先生、リョウタはいません。あ、リョウタ君ったら保健室に行くって言ってたよ。心配ならお見舞いにしてから帰るといいんじゃないかな。リョウタはああ見えてお腹が弱いかも。お腹弱いんだ。そういえば呼ぶ。そういえば去年もよく保健室に行っていた気がする。ちょっと心配やし、保健室に行ってみようかな。失礼します。誰もいない。このキラーンっていう音がすごい逆転裁判っぽい。カーテンの中には誰も出てないし、そもそも保健室の先生がいない。私の野生の勘もここには誰もいないと告げている。いや、人類だろ。なんでちょっと鳥類に寄ってんだい。生き物の気配がない。リョータいる。返事がない。ただの保健室のようだ。おかしいな、もう帰っちゃったのかな。誰もいない保健室でうろうろキョロキョロしていると、なんだか空き巣みたいな気分。そういえばこんなにじっくり保健室を見るなんて初めて。私は寮だと違って丈夫だし。何それ、嫌味。あんまり縁がないんだよね。いろんな薬が置いてある。
エチルパラニトロフェニルチオノペゼ。何これ呪文みたい。何に使う薬なんだろう。飲んでみますか。先生、ご希望でしたらいくらでも飲ませて差し上げますよ。いかがです。結構です。この岩車子は岩峰修先生、保健室の先生なんだけど、何を考えているのかわからない不気味さで、あまりいい評判は聞かない。顔を合わせていると余計体調が悪くなるってみんな言ってんの。こんなイケメンなのに。それにしても私の背後を取るなんて、この男できる主人公何者なんだよ。見てるところあなたはここに縁があるとは思えないのですが、何かご用ですか。あの亮太が、2年の、河原亮太がここに来たと思うんですけど、彼ならもう帰りましたが。行き違い。それならそっと帰る前に声をかけてほしかったな。 お邪魔しました。失礼します。うへえ、保健室注文はまっことオーストス。うへえ、ま、保健室注文はまっことオーストロ式魔教ぜよ。ああ、亮太は帰っちゃったし、どうしようかな。いや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 。ねえ、何しゆう。まっすぐ帰ろうかな。あ、そういえば結局1年生の間は帰宅部のまま終わっちゃったんだった。せっかくだし、この放課後はどっかに見学に行こうかな。どんだけ行動力あんだ。このぐらい行動力なかったら、ハトしかいない学校に入んないよね。この学園にある部っていうのは、野球部、サッカー部、陸上部、剣道部、バードフォーゲアボー。バードウォッチング、バードウォッチング。もう、この学園にいること自体、バードウォッチングしてると思うんだけど、それ突っ込んだら負けなのかな。あと何があったのかな。とりあえず中学の頃と同じ陸上部に行ってみようかな。そうだったのかい。陸上部のグラウンドに部室があるって聞いたけど、あそこかな。というところで、一旦切っていきたいと思います。とりあえず次にも続きでも期待してくれよな。それではまた。